さ、うん、今の話聞いてて、うん、言ったっけ俺の中学のなんか体育教師の話。わかんねえ。言ってないかな。言ったかどうかちょっと覚えてないんだけどさ、うん、俺中3の時の体育教師がいて、うん、中3だっけ、まあ中3か、うん、まあなんか白血病、うん、なったかな、まあなんか癌かなんかだけどなってた、うん、でもやっぱ なってても一応まあ大学学校には来てて、うん、よくなんかあのあるじゃないか、校長とかよくスピーチするところ、校庭のなんか、うん、あそこでまあ結構筋トレ結構好きらしいんだよ、うん、その人だから窓でパッチラって見ると台座みたいなところがそうそう、あそこでなんか腕立てやってたり、ああ結構なんか筋トレバカじゃないけどなんか結構やってるんだよ、ああ、まあ、ある時にまあぽっくりこなくって、ああでまあなんか人なんか紙みなんか連絡用紙みたいな、うん、なんか終電の時に配るじゃん、うん、その時に見た時にあなんかその人が死んだみたいなのが来てた、うん、あの人死んじゃったんだみたいな感じで、うん、まあ別にそんな思い出もなかったから、うん、まあしょうがないな、まあ、なんだしなみたいな思ってて、うん、でその人が死んじゃった後に新しい体育教師来たんで、うん、1ヶ月後に白血病で死んだ、うん、で体育教師っていう共通点だけやったらいいんだけど、うん、その亡くなった教師の担当してるクラスが1年3組かな、うん、忘れたけど、まあ、3回4とか、まあ、1つのクラスが、まあ、1年生のクラスなんで、うん、なるほどね、で、まあ、死んじゃって新しく来てその1ヶ月ぐらい死んじゃった人も1年3組、うん、あちょっと因果があるんじゃないか、ちょっとね、13かな、うん、それはまあしかも全く同じクラスで、うん、かつ体育教師が2人ともガンで亡くなってる、うん、1年以内に、うん、なんか知らんじゃないかって、で次のなんかそのクラスの担当になったのが、うん、まあ俺の野球部の、まあ、3年になってから変わった来た人なんだけど、うん、まあ、その監督だったから、うん、えやべえんじゃねえの、死ぬのみたいな、うん、やべえよみたいな話、まあ、若干噂で広まってたんだけど、なるほどね、結局大丈夫だった、ああ大丈夫だった、うん、なんていうか、だからただその二人はもう、ああ、うん、その同じ共通点がなくなっちゃった、なるほどね、なんかあんのかね、なんかあるんじゃねえかなみたいな、乗り越えたのかね、乗り越えたのか偶然なのか、なんだろうな、まあ偶然って説もあるよ確かに、あるだろうね、3人目は全然大丈夫だったから、うん、でもなんか二人ともなんか共通点が結構同じだし、うん、なんかあんのかなみたいな、なんか一人は連れてかれた可能性があるな、次のやつ一人は、ね、しかも死因がほとんども同じだから、ガンだから、そうだね。死因まで被ることあんのかなと思って、うん、確かに、しかも来て早々だったからさ、この人、なんだろうねっていう話、なるほど、うん、おお、なるほどね、俺にしてはまあまあ値段持ってたっていう、ちょっとした値段持ってるね、小ネタ、ただ小ネタが少ないんだよ、小ネタが少ないんだよ、小ネタね、足張りはね、割とね、来る、なるほどね、なんか足で出して寝るやついるじゃん、うん、現に俺はそうなんだけど、うん、ただでも、足出して寝たいんだけど、うん、その金縛りがあるから出せないみたいな、あ状況今、なるほどね、俺一回だってさ、なんか寝てる、ね、まあ、金縛り来るじゃん、金縛りってなんかただ動けないだけだろうなと思ったらさ、うん、すごいなんか圧迫感感じるの、うん、そうだね、あれは一回俺もなったことあるよ、なんかすげえ押されてるみたいな、うん、なんかピピピピピリピリして動かないだけじゃなくて、あれは大変なことになる、なんかずっしりなんか押されてるみたいな、グーって感じ、そうグーって来てて、うん、え、やべえやべえ、でただ目開けてないからまだ、うん、え、親がなんかやってんのみたいな、うん、もしかしてなんか最初誰かふざけてんのって思うよね、あれうんだよ、もう母親だと思って、父親その時仕事だったからさ、うん、なるほどね、言いなかったから、何してんのって思って、あーみたいな感じで、なんかもう最近気合でもう、うん、なんか悲しみ解けるときあるから、うん、あーなんあーってなったらもう誰もいねえんだよ、うん、親も完全に寝てるわけで、うん、軽くこっそり見に行ったとき、うん、え、なんだ今っていうことが多々ある、ただもう押されることはあんまないけど、うん、悲しばりはよくあるここ最近、うん、だからもうちょっと俺はちょっと足を出して寝れないなっていう状況、
気合いで抜けるとき笑っちゃったけど、ね、なんで俺金縛り気合いでなんか克服してんだよみたいな、バカらしいなってなんでしょう、なんだ俺は、あとりあえずね、ムカつくじゃん、とりあえず、うん、なんで俺の体の余裕なんか動けねえんだよみたいな時のっていう、なんかイライラが来て、うん、でそのなんかイライラをぶつけるかのごとく、あーみたいな感じで起きると飛び起きるんだけど、うん、一応解放される、あと若干姿勢感じるんだよね、そういう時って、うん、なるほど、なんかの予兆なのかなっていうね、うん、なんもなきゃいいなっていう話そういうお話の終わらせ方っていう、ね、ぐらいね、友達からもらっ、友達の実体験のね、やべえ話はね、あるけどね、俺がね、すげえうまく話す自信があんまない。仕事は俺の実体験も絡んでるけどね、実体験絡んでる方とさ、絡んでない方どっち聞きたい？絡んでる方聞きたい。For you.